ですね、軽く皆さん思ってらっしゃいますが、私1999年に初めてメジャーにちょっとペルーまで行ってきてって言われたんです。ちょっとペルーってどこのペルーって聞いたら南米のペルーって言ったんです。でその時ちょっとって言ったから本当になんか軽く考えたんですね。そしたら理由は何ですかって聞いたら、私今まで言われたことがなかったので、その時に言われたのはスマトラ島で2005年までに大きな地震が起きて、それでそこの島でもすごい大量の人が死ぬるけど、その津波が日本に来る、それを回避するために父カガゴに行ってくれって言ったんだ。それもちょうどこれぐらいのこれぐらいの水晶だったんですが、水晶の中に水が入っていて、こうやって揺すると水晶の水が中で動くっていう、そういう特殊な水晶を持って埋めに行ってくれって言われたんですね。南米ですよ。何遍聞いても納得せん、うん、でそうそう、真反対で父が子に入れてくれって、それでお母さんに話しました。お母さんすぐ行こうって言いました。で石川仁さんって足船やってるその人に言ったら、あすぐ行こうって言った。で主人は絶対言わんだろうなと思ったから主人にも言いました。主人は行こうって言いました。それで人が助かるやったら行くでって、それでじゃあ4人で行くって言って約束して、お母さん前日キャンセルをしました。でそれは赤ちゃんが生まれる、大子が生まれる予定だったんですけど生まれなくて、あそうや今日やね、お誕生日やね息子の、そうそうそう今日なんです。今日辻科学校に水晶を見に行ったんです。1999年、そうだ、そうそう、私たちは石を投げてたらこっちはお産をしているという、そう生まれちゃったらすぐ行く、うん、そうそう、だから生まれなかったので、じゃあこの人は、まあ、外れるっていう形で、それの次がこの間 の, その北海道に大きな炎型の水晶を埋めに行ってください。それで、まあ、一番厳しいのが今回ですね、108人誘えっていうんです。だから108人っていうのは尋常な数ではないんです。で隕石も高いです。で一個ね、何千円も何万もするものを海にポイ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 投げるだけって思われるかも分かりませんが、本当に隕石っていうのは地球外から来たものなので一番作動するんですね。だからそれを投げに行くって、それでまた寄付、もう私の一番苦手なのはお金を募ること、寄付をしてくださいとかって、それやったら自分でやった方がマシっていう私の考えがあるので、すごく嫌なんですが、そうしないとみんなが徳を積んでみんなでやらないかんってこう言われました。それで今朝こうって言われました。ねえねえ、その沖の島はその4つで構成されて、まあ、日本のその4つ、それで180の無人の島があるんです、あそこの周辺はね。それで今回108でしょ、数字が変わってるだけなんですって。だからそこに行って祈っといて沖縄に行きなさいって。だって沖縄でそのなんか悪いなんとかの島って書いてるところ、うん、そこから大きな海底地震が起こったら中トラフとか言うんですけど、そこを起こると東北まで津波が来るんですよ、その噴火だったりが。で日本が全部日本沈没のテレビじゃない、映画じゃないですけど北海道しか残らないんですよ。だからそのための回避なので、本当にね、冗談で甘くて、あ私たち行ってくるわじゃないんです。私これ出すのに水かぶりました。いや怖いですもん、言う人に言うのも怖いし、じゃあ皆さんやってくださいよ、あなたの善意を出してください、ね、行けない人はお金を出してください、行ける人は行ってください、真剣に祈ってもらわんともう無理なんです。だから2023年が怖いっていうのはそこなんですね。だから、この天平地縁っていう本も
出してもらいました。それで3回講演会をさせていただくんですが、なかなかあの皆さん分かってもあの本当にこういうことが起こるのって思ってない人が圧倒的に多いです。だからそういう人たちに本当に分かってもらいながら、でじゃあなんで愛さんあと1週間遅らせてあの講演会を春休みにしたいのっていう苦情もありました。そしたら子供連れて行けるのにって、でもそんなんってずるずるずる後ろに下げて、もし行けなかった場合、噴火を抑えれなかった、海底火山が抑えれなかったら、私はもし死んでも死にきれないと思います。だから小川さんはあの、まあ、来年のことですから今から言わなくてもいいんじゃないかなっていうことを言った人もいます。でも今だからこそ言わんと遅れていく。だから6ヶ月間真剣に考えて、あ本当にあの大変だけど行こうっていう人が108人揃わないとやっぱりダメなんですね。で、九州も沖縄もあの遠いですし、やっぱりその今のアメリカが武器をもう一回売ろうとしてあの戦争を起こしたら、また沖縄っていうのは戦火になります。今回の、ロシアから火が吹いてくるときは北海道から上がってくる、でも沖縄に行けということは沖縄から火が上がってくるということなんです。たった50年です。で私たちがというか、まあ、小川さんが先にあの出すって言って出しました。そしたら私も出しました。その日にね、時間変えて出しました。そうするとね、天皇陛下が沖縄に行かれたでしょ。だから伝道してるんです、いつも。だから天皇陛下もきっとあの真剣にあの沖縄復興50年を祈ってくると思うんですが、復興の50年とともにやっぱり地震回避をしないとこの世はダメになるのじゃないかなって私は真剣に思えてるので、動いてこの6ヶ月間必死だって動いていこうかなと思ってます。あの今日愛さんが、いろいろなその気候の異変とかそういうのを私たちがその昔の、ね、直感を取り戻せばいろいろ分かってくると、まあ、道路を見たり土を見たり木を見たりとかで、もしその昔の感性を取り戻したら昔いたであろう妖怪とか精霊とかそういった八百万の神というものもこうキャッチしやすくなるっていうか、分かるようになるんでしょうか。ない人は生まれてないんですよ。え？第6巻までがない人は生まれてないです。じゃあ全員が持ってます。それを見たり感じたりすることができるってことですね。はい。ただ1988年から後に生まれた人はもっと宇宙人とか UFO とかまで見えますが、それまでに生まれてる人はあの前しかいないですね。ここね。八百万の鎧の神まで分かるはずです、全員。あ、宇宙人までは分からないけど、うん、八百万の神だったら分かる。あ、なんかいるって、ここの神社なんかいるとか、なんかカサッと動いたとか。それは妄想じゃなくて、うん、もう確実にそうだなって分かる、その境目というか、それどう、何だったか。あのですね、みんな第六感があって見えてたり感じたりするんです。でもそれは錯覚って言うんです。すぐそれで消すんです、はい、で第一回目に感じたことを、あ、いたんだって感じずに、うん、2回目に、あ、私間違いよねって言うから全部消えてしまうんです。でここで精霊がいて、ね、あのお水はここよって道案内をしてくれる、でもそれがはっきり見えないから違うって言うんです。でもはっきり見えないものなんです。それで瞬きしたら消えるんです。だから3秒に1回消えるんです。私がメッセージ書くのもあの3秒で1回でカシャって消えるんです。だからこの目の奥にあのフィルムがあるので、そこに写真と同じパチって撮るんです。それでまず見えるって自分で思わないと見えません。見えないって疑ってるから見えないんです。見えるという強い意志を、そう持つことで信じて、うん、そう、うん、でここの海に行ったらどっちの神社に埋めますかってまず聞くんです、うん、
自分が行ってあこっちが木がいいと思ったらそこを信じて埋めればいいんです。愛さんに聞かんかったら確認が取れません。そんなこと全然ないです。だから2つあったら2つ一気に埋めればいいし、もしここで迷うんやったら自分が持ってる玉でもこっちに埋めてくればいいんです。そうしたらだん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 感性って、ね、変わっていくので見えるようになるんです。お母さんが僕ね宇宙人らわからん見えんっていう、けど何回も何回も練習してあの人そうあの人そうであの人カブチュガでって言ったら最近わかるようになりましたもんね。えちょっと待って今の何ですか。いや宇宙人がいるんですいっぱい。でもそれを私があの人宇宙人って言ったらえー、とか言って最初言いよったのに、ね、うん、最近あの人宇宙人って聞くようになって、うん、聞いてくれるんです。そうよって言ったらまあ 90% 合ってますね。なんとなく動きが違ったりするんです。でもそれも、面白い。自分が見えんと思ったら見えんのです。そういうことなんで、私がこの一本頼まれたんだから私の責任元で必ずここからはお子さんとって思って埋めればどんなとこでもいいんです本当は。なるほど、ね、でもそこの芯がないから、うん、まあ誰かがやるだろう、うん、なんとかなるだろうみたいに思うから連れてくるんです、うん、だって私だって 100% 見えませんよ。はっきり見えるものと見えないものはあります。でも 100% 見えなくてもねえあなた私こういう風に見えるけどあなたそうって聞いたらうんうんってうなずくんです。だから影で動くんです。ほらそうねってじゃあ顔をちゃんと出して私あなたのことを伝えてあげるよって言うと顔が出てくるんです。わすごい。でそれはやっぱり35年間やってきた訓練のもとなんですね。でも皆さんにすぐ明日やれって言ったってできません、はい、でも私は一本を上に行くって決めたならそれを遂行すれば必ずあなたの足元では起こらないと思いますって私は言いたいです、うん、はい、はい、ありがとうございます。時間ですね。最後岡田社長はい、どうも皆さんありがとうございました。まあ、今回、2回目であと1回11月に、講演会ありますので、ぜひまたあのおいでいただければというふうに思いますし、また九州沖縄ツアーぜひご参加いただけたらありがたいと思います。本日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。